私の、そうだな、一日は、まずまあ朝起きて、隣に寝ている娘の顔を見て、一日のエネルギーをもらって、それから朝食を食べて、まあ会社に、まあ学校に行く。で、なるべく早く家に帰りたいので、えー、まあ仕事場ではもうすごく集中して一生懸命やるようにしています。で、家に帰ってから家族と食事をして、 娘と少し時間をとって本を読んだり、娘がしたいお絵かきをしたりして、娘と一緒にベッドに入るというのが私の最近の一日です。